バイキンのジョーです。はい、ということで今回はね、ちょっといつもと違ったものを紹介していきます。まあそんな感じで今回はこちら。ジュラシックワールド、ティガノトサウルスを紹介していきたいと思います。はい、ということで改めまして今回はこちら。ジュラシックワールド、ティガノトサウルスを紹介していきたいと思います。ちょっとね、このチャンネルではあまりね、こういったもの紹介してこなかったんだけど、なんか部屋の掃除をしていたら出てきました。買った記憶ないんだけどなーなんて思ってね、箱の方を見てみると、はい、よく見てみると、ここに書いてありました。アミューズメント専用景品。そう、ゲーセンの景品ですね。ただね、いつゲットしたか本当に記憶がない。まあ、アニアだったらたまに購入するんだけどね。まあ、そんな感じで、こちらのギガノトサウルス。まあ、ちょっとした組み立てが必要みたいです。台座を含めて3つのパーツにね、分かれている感じなので、まあ、ちょっとした、組み立てもあるみたいですが、すぐに完成形はお見せできそうです。うん。まあ、そんな感じでね、早速箱の方から取り出していきましょう。いくよ。せーの、ドン！ちょっとこれ、かなりリアルなんだけど。うん。まあ、梱包状態はね、こんな感じで。これが台座かな、台座と、あとね、フィギュア本体尻尾、みたいな感じでね、梱包されています。ん？開かないの？あ、ここもね、テープで止まってる感じだね。うん。じゃあね、テープの方を取り外したら、あ、簡単に開きました。まあ、まあ、そんな感じでね、こっちから見ていこうかな。台座。なんとなくね、今回のこのギガノトサウルス、台座がなくても、立位の方は保持できそうな感じはするんだけど、まあ台座があった方がね、安定するのは間違いないだろうからね。ということで、こちらが、ギガノトサウルスの台座になります。なんか、形状が、恐竜の骨格標本、まあ、頭の部分みたいだよね。ね。で、ジュラシックワールドのロゴもある感じで、かっこいいね。もう台座の段階で、ちょっとリアルな感じでかっこいい。で、本体ですよ、本体。ティガノトサウルス。これがプライズなんだよね。アミューズメント専用景品ってすごいな。アニア顔負け。すご。うん。で、これ若干の組み立てだね。まあ、尻尾の部分をね、取り付けるだけなんだけど、こういうの硬いんだよね、意外と。硬くない。うん。思いのほか、すんなりとセットできました。やばい。めちゃくちゃかっこいい。動画でこのリアルさ、かっこよさが伝わってるかな。かなりね、細部まで作り込んであるんだよね。塗装も含めてね。いや、塗装に至ってはもう爪の一本一本までかなり丁寧に作り込まれてあります。まあ、プライズだからこんなところが荒いね、とか。そんなこともないんだよね、全然。え、これすごい。シリーズで出てるのかな？きっと出てるんだろうね。もしね、この動画を見ている視聴者さんの中で詳しい方がいましたら、それシリーズでいろいろ出てますよとか、ね、情報を教えていただけると助かります。うん、で、今回のね、ギガノトサウルスとしましては、あと台座をね、取り付けるだけで完成になるんだけど、このね、台座の爪の部分だよね。変な力の入れ方をしてしまうと折れちゃう危険性があるので、まあ、ここ慎重にはめ込んでいきます。結構固めだからね。まあ、ジョーも小さい時とか、ね、こういうの入んないよってグッとやってパキッてやったね。記憶もなきにしもあらず。うん、注意が必要です。せっかくね、プライズ景品、くれた景品だからね、大切にしたいよねっていうところで、はい。できました。ジュラシックワールドギガノトサウルス、完成です。いや、すごいね。パッケージにさ、写真のサンプルは開発中のもので実際とは違いますよ。違うかもしれませんよ、みたいな注意書きがあったんだけど、そのまんまです。うん。すごい。うん。まあ、そんな感じでね、ギガノトサウルス。一体どんな恐竜なのか、ちょっと調べました。ってことでね、ちょっとした解説プラス、こちらのギガノトサウルス、じっくりと観察していきましょう。ギガノトサウルス。分類。竜板類。獣脚類。学名の意味。巨大な。南のトカゲ。全長約 12.5 メートル。食性、肉食。生きていた時代、三畳紀から白亜紀中期。
特徴。カルカロドントサウルスの近縁の最大級の肉食恐竜です。南アメリカの平原に住んでいたティタノサウルスの仲間など、巨大な竜脚類が獲物でした。足はあまり速くありませんでしたが、嗅覚が発達していて、待ち伏せて狩りをしたと考えられています。はい、ってな感じでね、ギガノトサウルス、どんな恐竜なのか、わかったかな？うん。で、せっかくだからね、このパッケージの写真、ちょっとだけね、できる範囲で再現してみました。どうですか？真っ白な背景よりは、断然映えるよね。うん。かっこよさ増し増し。いや、もうちょっとね、リアルなものを含めればよかったんだけど、まあ、できる範囲でやると、こんな感じです。で、この道具はね、大体、100均で手に入るので、もしね、あ、いいななんて思った方、真似してみてください。道具は大体100均にあります。はい。主に水槽系か昆虫系のコーナーかな。で、そうだそうだ。このフィギュアのね、大きさなんだけど、高さの方が大体10センチ、11センチくらい。で、長さの幅の方が15、6、7センチくらいになります。わかりやすくね、アニアと比べてみると、サイズ感はこんな感じ。本当はね、ギガノトサウルスのアニア持ってればよかったんだけど、持ってなかったので、これで比べてみますが、こんな感じです。結構大きいでしょ。まあそんな感じでね、今回は、珍しく恐竜フィギュアの紹介でしたが、ジュラシックワールドギガノトサウルス全1種類ということでね、こちらの紹介でした。まあプライズの景品だしね、シリーズ化してないわけないと思うんだけど、また見つけてね、ゲットすることができたら、動画にして紹介していきたいと思います。いや、もしかするとね、部屋のどこかに眠ってるかもしれない、他の種類。まあ、いずれにしてもね、ゲットできたら動画にします。って感じでね、バイキンのジョーのチャンネルでは、アニアの動画、まあ、恐竜含むアニアの動画もね、ちょいちょい出してはいるんですよ。最近お休み気味ですが、出してはいるので、よかったらね、他の動画もチェックしてみてください。あとはね、基本的にこのチャンネルでは、プラレールを中心に、あとシンカリオン Z とか、鉄道関係のグッズや小物、お土産など、小さなお友達から大きなお友達まで、家族で楽しむことができる動画をたくさん公開しているので、よかったらチャンネル登録をして他の動画もチェックしていただければと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。次回の動画もお楽しみに。バイバイキーン。